そのたった3分間、まあ、その呼吸数で十分な窒素を排出できるのかって話なんですよね。こんにちは、パパラギ先生のまるごとダイビング TV、 インストラクターの小渕です。このチャンネルではこれからダイビングを始めたい方や初心者の方のお悩みを丸ごと解決していきます。小渕さん、はい、安全停止って必要ですか？必要ですね。まあ、でも正直よく分かってない人も多いんじゃないかなと思ってますね。はい、そうですよね。はい、あとはそもそも安全停止って止まってちゃダメっていう考え方もあって、どういうことですか？安全停止ですよね。はい、停止しろってことですよ。そう、停止って言ってるのに止まっちゃダメってどういうことって感じですよね。ちょっと教えてください。わかりました。はい、じゃあ今日は正しい安全停止とは何かを丸ごと解説していきます。お願いします。はい、小木さん、そもそも安全停止って何のためにするんですか？はい、ダイビング中に溜まってしまった、まあ、体内の窒素を外に出してあげるための手順なんですね。どうやって排出するんですか？もう自然に呼吸しててもらえれば OK です。息してるだけ。そうです、はい。まあ、人間のガス交換っていうのは呼吸していれば自然に出ていくんですけれども、はい、まあ、人間がガス交換できるのは肺だけなので、はい、あの呼吸してもらえればもう自然と肺から排出されていきます。で、体内に窒素が溜まっていく仕組みとしては、はい、水中潜っていって水圧がこうどん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 ギュッと増していくと、はい、体内に蓄積する窒素がどんどん溜まっていくんですね。溜まっていっちゃうんですね。はい、もうどんどんその窒素が溶け込んでいってしまうんですけれども、はい、酸素と違って人間の体って窒素をこう使わないんですね。まあ、不活性ガスというふうに呼ばれているんですけれども、はい、なのでもう溜まっていく一方でどん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 こう溜まって溜まり続けていってしまう。使われることはない。そうですね、消費されないので溜まっていく一方ですよというガスです。ただ、水圧がかかっているような深度下では溜まった窒素っていうのは、気泡化はしないです。もう溶けているような状態、はいはい、なので、まあ、今こうして地上にいる時も1気圧分のその窒素っていうのが、まあ、飽和状態で体内に溜まっているような状態ですね。あ、今も溜まってるんですか？そうですね、はい、パンパンに。パンパン、そうですね、パンパンに、はい、あんまね、はい、体のこう感覚としては全然ないと思うんですけれども、そうですね、はい、今も窒素はまあ体内に残っているような状態ですね。ただ、まあ、特に気泡化とかはしていないような状態、単純に溶け込んじゃってるよっていう状態ですね。あ、じゃあ潜って、はい、そっか、深いところ行くとそこの水圧気圧分は溜まってる。そうです。なので例えば 10m に潜ったら2気圧分の窒素っていうのが溜まっていきます。なるほど、はいはい。で、問題はですね、窒素が体内に溜まった状態で、まあ、浅い深度に戻ってきたりとか、まあ、陸上の1気圧下に戻ってきた時の状態なんですね、はいはい。で、溜まっている窒素っていうのは、まあ、体内で、まあ、過飽和状態になってしまうので、うん、まあ、どんどんこう体外に出ようとするんですね、はいはい。で、その量っていうのが、まあ、安全なレベルであれば呼吸からの排出っていうのでもう十分外に出すことができる。はい、だから呼吸してればいいよと、ね、あ、そうです、そうです、はいはい。ただ、溜まりすぎてしまっていると、はい、外に出るのがこう追いつかなくて体内で気泡化してしまうと。気泡化っていうのはよく分かんないですよね、はい。まあ、イメージ的には炭酸飲料の、まあ、ペットボトルとか缶のこう蓋をパカッとこう開けた時にこうシュワシュワっとこう泡が出ますよね、はい、あれのイメージです。あれが体の中で起きてるって。あ、そうです、そうです。どこで起きる？もうね、どこで起きるかね、分かんないんですよ。あ、事前にそう、あ、なんかこの辺できそうな気がするとかそういう予測は全くつかないので。なるほど。そう、まあ、できる場所によってはちょっと命に関わってしまったりとか、はいはい、まあ、ちょっと怖いですよね。なるほど。なので、まあ、いきなり1気圧のところに戻るのではなくって、はい、まあ、まずは戻りがけ水深5メーター付近まで来たら、うんうん、まあ、そこがちょうど圧力でいうと、まあ、1.5 気圧ぐらいになるので、うんうんうん、そこでちょっと窒素を排出してから上がりましょうと。排出をする、はい、まあ、呼吸をするってことですね。あ、そうです、そうです、はい。そこにちょっととどまりつつ呼吸もして窒素を出してから浮上しましょうよっていう話なんですね。なので、まあ、炭酸飲料でいうと、まあ、蓋をゆっくり開けてこうプシッとこう外にこう出しつつこうシュワッとこう溢れないようにゆっくり開けて飲もうよっていう、まあ、そんなイメージなんですけれども、ので、まあ、全部の窒素を排出するのはまあ難しいかもなんですけど、まあ、少しでも多くの窒素っていうのをここで排出していくことで気圧症のリスクを下げられると言われています。まあ、そのための安全停止ってわけなんですね。わかりました。はい、
じゃあ小渕さん、ちょっとその安全停止の基本の手順を教えてください。はい、もう基本的には水深5メーターで3分間とどまる、これだけですね。はい、でその間は呼吸を続けていてください。わかりました、はい、それだけですよね、まあ、そうですね、うんうん、まあ、ダイビング中ね、常に呼吸続けててとは言われてると思うので、はい、そんな変に止めたりすることはないとは思うんですけれども、はい、まあ、普通に続けててもらえれば OK ですね。で、まあ、水深が5メーターキープできるのであれば、はい、まあ、地形に合わせてこう泳ぎながら、停止でも全然 OK です。あ、そこの5メートルの水底に着底しててもいいんですか？そうです、着底してなんかこうちょっと写真撮って3分時間潰すでもいいですし、もうちょっと距離があるからこうちょっと泳いでエキジットの方に向かいながら安全停止でもどっちでも OK ですね。そうか、泳ぎながら3分が終わることもあるってことですか？そうですね、はい、あとは、ボートのダイビングだったりすると、はい、その最後ロープに捕まって3分待ってるっていうパターンも多いですね。あれ深さは 5.0 メートル、はい、基本はそうですね、ぴったりぐらいです、はい、まあでもぴったりずっとキープって結構難しいと思うので、はい、基本はそのダイブコンピューターをね胸の位置にしてもらって、まあ、ロープとか捕まりながら水深キープできてるかなっていうのを確認してもらえれば OK です。はいはい、分かりました、はい、で、ダイブコンピューターはですね、帰りかけ水深5メーターくらいのところに上がってくると自動で安全停止のタイマーが始まります。自動で始まるんですか？はい、今回のダイビングもしその安全停止が必要だなって場合は、うん、もうコンピューターが勝手に判断してくれるんですね。うん、便利ですね。そうなんですよ。で、まあ、帰りがけはちょっとこうこまめに確認はしていただきたいんですけれども、はいはい、まあ、ダイブコンピューターの種類にもよるんですけれども、はい、まあ、このカルムという機種の場合は水深6メーターから 1.6 メーターの深度で3分間のタイマーっていうのが作動します。6.0 メートルから？そうですね、はい、それはどんなダイビングでもこの安全停止のタイマーって発動するんですか？いや、例えばこうずっと5メーターにいましたとかだと全然発動はしないので。あ、そうなんですね、はいはいはい、まあ、水深10メーターよりも深いダイビングをした場合に作動しますね。じゃあこれコンピューターの機種によってちょっとその辺は違うんですか？そうですね、その辺の基準っていうのがものによってちょっとこう差はあるとは思うんですけども、なるほど、はい、そんな 1.6 メートル浅いところでも安全停止は効果としてあるんですか？はい、まあ、なるべく5メーター付近の方がいいですね。はい、まあ、浅くなってしまうということは、はい、まあ、その地上の1気圧に近くなってしまうので、うんうんうん、窒素が溜まりすぎていると、まあ、気泡化しやすくなっちゃうリスクっていうのが高まっちゃうので、はい、なるべくだからまあ5メーター付近を守ってもらえるといいですね。まあ、一応でも許容範囲っていうのがあるので、はい、まあ、コンピューターの設定としては一応まあ6.0 から 1.6 メーターまでっていう風にはなってますね。まあ、私はいつもまあコンピューター見ながらだいたい5メーター、5.9 メーターのその間ぐらいになるようにまあキープはしてますね。どうしてもボートだとまあ同じロープにこう捕まって安全停止するときなんかはこの捕まってるダイバーのこう重さでこうロープが沈んだりとかうねりでちょっとこう浮いちゃったりっていうのがあると思うので、まあどうしてもこう上下だったりとかあと混雑で、そうですね、こうみんな同じこう均一に5メーターに並んでっていうのはちょっと難しいと思うので、まあ1メーターぐらいの上下っていうのはまあ許容範囲かなとは思いますね。ただまあ1点注意としてはその6メーターよりも深くなっちゃう、例えば 6.1 メーターとか2メーターとかっていう風に超えてしまうとそのタイマーが止まっちゃうんですね。カウントダウンがストップしてしまうので、まあなるべくだったらもうストレートに3分間カウントダウンできた方がスムーズなので、そうなるべくやっぱりこう6メーターよりこう深くはならないようにキープはしてもらいたいですね。バディとか他の人はみんな終わったのに自分だけ終わってないみたいな。あ、そうですね、意外とあ過ぎててまだ全然1分ぐらい残ってるとかってなってしまうともう終わってる人を待たせちゃうことにもなるので。なるほど、でもあれですね、ロープ1本で5メートルあたりにダイバーがギュッと混雑してたらすごい状態です。そうでもみたいなこう届かん見たくなってしまうので例えばバディにロープを掴んでもらう、で自分はバディ の, そのシリンダーのバルブのあたりをちょっとこう掴ませてもらったりっていうので、あ、まあ、なるべく同じ水深をキープできるといいかもしれませんね。わかりました。はい、あとはもう一個注意点としては安全停止した後の、急浮上要注意です。要注意ですか？はい、まあ、水深5メーターから、まあ、水面まで、まあ、0メーターの気圧の変化っていうのが一番大きいので、ここでこう浮上していくときに、まあ、窒素が気泡化しちゃうリスクっていうのが一番高いと言えるんですね。表にするとこんな感じなんですけど。おー、そういう表があるんですね。そうですね、はい、
実はこの水面、まあ、0メーターから水深10メーターまでっていうのが一番その圧力の変化が大きい浮上なので、1が2だから2倍だ、はい、そうですね、はい、それ以降見てもらうと、まあ、例えば10メーターから20メーターっていう間は、まあ、圧力が2気圧から3気圧になるので、まあ、1.5 倍になりますと、はい、でまあ、20メーターから30メーターだと、まあ、1.3 倍3気圧から4気圧、はい、でまあ、30メーターから40メーターだと、まあ、4気圧から5気圧になるので、まあ、1.25 倍っていう風に、まあ、深くなればなるほどどんどんその落差っていうのは小さくなっていくんですね。同じ10メートルなのにね。そうですね、まあ、同じ10メーターでもやっぱりこう一番浅いところの水面から10メーターまでの間っていうのが一番、はい、リスクとしては大きくなりやすい。なるほど。それは赤い字のやつは何ですか、その 1.6 倍。あ、そうですね、この 1.6 倍っていうのは、まあ、例えば 40m から 20m までの落差ですよね。差は 1.6 倍なんだけど、はい、上の 1.6 倍、はい、上のは水深 5m から水面、まあ、0m に上がるときっていうのは、まあ、1.5 倍になるので、 40m から 20m に浮上するときと、この 5m から水面まで浮上するときとで、その落差っていうのは実は大きな差がないっていう、ちょっと不思議ですよね。そうですね、 20m の差と 5m の差はほぼ変わらないぐらい。そうですね、まあ、それだけ浅い方がリスク高いですよってことです。そうですね、はい、なので例えば、まあ、ボートのダイビングとかで、はい、まあ、安全停止終わったよし上がろうって言ってこうふーっとこうもうあの安心して急浮上しちゃう人がいるんですけれども、はいはいはい、まあ、実はそれ結構リスクが高いので、終わった終わったなんてね、はい、そうですね、あの、はい、最後も、まあ、ゆっくり浮上してもらうのが安全ですね。なので浮上する前に、まあ、一呼吸置いてもらって、海に誰もいないかなとか障害物ないかなとかっていうのを確認してもらいながら、はいはい、上がってもらうのが安全ですよね。例えばバディの安全停止終わったかなっていうのを、まあ、OK とかっていうふうに確認したりとか、はい、あとはボートどこにあるのかなっていう位置を確認したりとか、あとはね、あの上がるときにこうペラに接触しちゃうととても危険なので、はい、ボートのペラの位置どこかなっていうのを見たり、またラダーがこう船のどこにかかってるかなっていうのを、はいはい、まあ、いろいろね確認してもらいたい事項っていうのがいろいろあるので、はい、まあ、そういうのを見てもらって、まあ、余裕を持って浮上開始してもらえるといいですね。わかりました。なんか今安全停止のサインパッとしましたよ。あ、そうですね、これね、安全停止のサインこれです、はい、これ世界共通なんですか。そうですね、まあ、人によっては、まあ、3分止まるのでこの3からのちょっとこう待ってねっていうのでこれで出す人もいますね。わかりやすいです。はい、はい、まあこれかこれか、まあ大抵どっちかかなとは思います。わかりました。はい、尾身さんの最初に言ってた、はい、なんか止まっちゃダメみたいな、はい、なんかそうですね、そもそも安全停止っていうのは、まあ、ガス交換をするためにやっているものなんですけれども、はいはい、人間 の、 その、まあ、成人でいうと1分間の平均呼吸数大体10回から12回と言われています。ただ水中はややゆっくりめになる傾向があるので、まあ、大体8回くらいっていうふうに言われているんですね。それをまあ3分間継続すると大体呼吸数24回からまあ大体30回ぐらいの間、はいはい、っていう風に言われています、まあ、ただそのたった3分間、まあ、その呼吸数で十分な窒素を排出できるのかって話なんですよね。すごいな、そういうことですか。はい、でも3分ですよってこうなんかダイビングの指導団体が、あ、そうです ね、 ね、こんなもんですよねって話してる。そうですね、もうその指導団体がじゃあ 5m で3分やってねっていうふうには言っているんですけれども、はい、でもよくよく考えると、3分でいいのかなっていうのは、ね、気になっちゃう人もねいると思うんですけれども、はい、でもとはいえじゃあ何分がいいのかってところって実はねちゃんと研究されていないそうで。あ、そうなんですね、はいはい、なのでまあ一応現行の3分ルールっていうのは変えないとして、まあ、でもその上でより良いガス交換を目指すのであれば、まあ、呼吸数は多少増やしてもいいんじゃないかなとは思いますね。なんか落ち着いた呼吸じゃなくてちょっと、あ、窒素排出してるんだぞみたいな、まあそうですね、呼吸にしろと、はい、なのでエアがギリギリだからちょっとこらえてとかはやってほしくなくてそうか、時間じゃなくて、はい、呼吸数ですよね。そうですね、そう、止めてる間はもちろんねガス交換っていうのはされないの で、 そうなんですね、はい、なので安全停止中はいやちょっとむしろ動いて呼吸数上げてった方がいいんじゃないみたいな、まあ、そんな考えもねあるみたいですよ。
本当にこの部分っていうのはその憶測を超えない範囲になっているので、おすすめっていうほどではないんですけれども、はい、でもダイビング医学に詳しいお医者さんも、まあ、そんなような記事を書いてたことはあるので、はい、まあ、なんとなく頭には残るかなっていうところですね。わかりました。なんか他にも安全停止効果的にするにはこういうとこ気をつけた方がいいよみたいなのあるんですか？そうですね、まあ、ちょっと意識してもらいたいのが水温ですね。水温、はい、やっぱりどうしても水温が低くて、まあ、寒い時なんかは、まあ、血行が悪くなりやすいです、はいはい、まあ、血流が良くないと、まあ、ガスの交換、まあ、ガスの排出にも影響が出ると言われています、うん、まあ、要は排出されにくくなっちゃうんじゃないかっていうところですね、うん、でも逆に吸収も良くないとも言われてはいるんですけれども、はいはい、まあ、この辺も実はね、ちゃんとはっきりとは分かっていない部分になっています。なので、まあ、さっきの、まあ、冷えっていうのがガス交換、まあ、要は血流に影響してくるので、特に寒い時期に着るドライスーツなんかは中に着るインナーも適したものがいいですよね。ずっとこう寒さを感じながらダイビングするって絶対良くないので、うん、しっかりねインナー着て快適に潜ってほしいのと、あとはね水分補給も大事ですね。もうそれこそお医者さんなんかはワンダイブで 500ml は飲んどいた方がいいよっていう風に言うぐらいなので、ワンダイブするごとに 500ml の水分取ります。消耗、そうです、そうです。なので、まあ、1日2ダイブ潜るときなんかは、まあ、計1リッター飲むことになっちゃうんですけど、まあ、なんかおうと思いますけど、でもお医者さんがいるんだろうね。まあ、そうですね、なかなか、まあ、500全部飲むっていうのも大変かもしれないんですけれども、はいはいはい、まあ、水分補給はちょっとこまめにしてもらったりとか、はい、ちょっと普段あんま飲まないかなって人はちょっと意識的にね取ってもらえるといいかなと思います。なので、まあ、安全停止を効果的にするのには、まあ、こういったことも含めて動いておいてもらえるといいと思いますね。わかりました、はい、保温と水分補給ですね、はい、そうですね、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。大さん、やっぱりなんかこういう話聞くとダイビングって特殊なスポーツって感じがしますね。まあそうですね、どうしてもこう陸上のレジャーとかスポーツとかと比べると気圧の変化っていうのが出てくるので、うん、まあ、そこはやっぱ決定的に違う部分になりますよね。そうですよね。なので、まあ、減圧症っていうのはもうベテランダイバーであろうと初心者であろうと、まあ、同じ原理になってしまうものなので、まあ、正しい知識を身につけてもらって、まあ、安全停止なんかもなんでやるのかなとか、こう正しいやり方っていうのを覚えておいてもらえるといいですね。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、今日の動画が参考になった、勉強になったという方はチャンネル登録と高評価、そしてシェアをよろしくお願いします。あと YouTube で話せない内容を LINE で配信してますので、よかったら概要欄から LINE 登録もお願いします。このチャンネルでトレイルが中心テーマや質問等ありましたらコメント欄に入れていただければ、今後の動画の参考とさせていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。安全停止、あんま深く考えたことなかったです。まあ、なんとなくやってるって人がね、結構多いんじゃないかなとは思いますね、実際。なんか安全停止の面白、もしくはなんか失敗エピソードみたいなのがないですか？そうですね、やっぱボートの時の安全停止っていうのが、まあ、何かしらこうバーなりこうロープなりに捕まってやるってパターンが多いんですけれども。バーなんかある？そうなんですよ、まあ、日本だとそのロープがほとんどなんですけど、はい、海外に行くとこう横長の空中ブランコのこうなんか幅広の長いバージョンみたいなやつにこう捕まって、最後みんなで安全停止をするっていうことがあるそうなんです。何人ぐらいが一緒にできるんですか？最大に8人ぐらいあ、そうか、そのバーの長さで。そうです、そうか、なるほど。でもワンチームみんなでこう横並びみたいなこともできちゃうぐらいの長いバーなんです。はいはいはい、もう、はい、便利そうです。そうですね、ただそのバーっていうのが、まあ、ちゃんと固定する場所があればいいんですけれども、まあ、固定する場所がないとみんなでこう水深をこう合わせながらこう捕まって停止しなきゃいけないんですね。ただ油断してこうぼーっとしてると、そのバーがこう下に下がったりとか、こう上に浮いちゃったりっていう現象があるわけですよ。で、前聞いた話があって、そのグアムでのダイビングの時にもうその人はダイビングを終えてボートの上でのんびり待ってたらしいんですけどなんか水面にそのなんか横長バーにこう捕まるダイバーの集団がいたみたいであ、水面に、あ、そう、水面になんですよ。こう水中にじゃなくてもう水面に浮いちゃってるけど、なんかみんなでこう捕まってるみたいな光景を見たそうで、あれは一体何をやっているんだ、多分
安全停止じゃないみたいな言っちゃってるけど全く意味ないそうですね、なんかもう気づいてなかったのか、ね、まあ、こうやってボート待ちでこうだったのか分かんないですけどそれ気づいてないで安全停止のつもりでやったらかわいそうですね。いや、そうですね、ちょっとちゃんと水深もモニターするのは、そうですね、やっぱコンピューター見るの大事ですよね。小渕さんはそういう経験ないですね。そうですね、バーはないですけど、やっぱこうロープ捕まってる時に気づいたら、あ、6.5 だった、そういう経験はありますね。わかりました、はい、あれまで気を抜けないですね。そうですね、はい、出せていきましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。